サウンドロケス TV 工事隊長でございます。今日はですね、私がよく読んでいた80年代にねよく読んでいたジャパメタがよく出てる雑誌とか、自分がギターを弾くときにコピーした雑誌とか、その辺ちょっとご紹介しようかななんて思っております。まあ今ももちろんね、あのメタルの雑誌ってたくさんありますね。バーンもそうだし、ウィーロックとかね、たくさんあのメタルの雑誌っていうのはあると思うんですけども、俺がですね、まあ、10代後半から20代の前半ぐらいまでよく読んでた雑誌は、まあ、ロッキン F とあとはあのヤングギター、まあ、この2冊をよく読んでおりました。はい、まあ、ヤングギターはね今でもありますけれども、まあ、他にもね、あの厨房の時はあのミュージックライフとか、あの音楽専科とかね、はい、そういうのも買って、あのガイタレ調べたりとかね、おお、クイーン乗ってるぜなんつってね、見ておりましたけれども、まあ、ロッキン F ですけれども、これは本当にね、もう毎月買うのが楽しみすぎるぐらいもう大好きで、よく買っておりました。まあ、理由なんでそんなに楽しみだったかっていうのは、まあ、もちろんあのジャパメタのバンドがたくさん、載っているような雑誌だったんですけれども、まあね、今と違って SNS とかがないんで、もうそれを見るしか、ね、情報を手に入れられなかったので、それでよく買ってたんですけれども、で実際にその当時あのメディアというバンドやってましたが、メディアの情報を、ね、よく載せて、もらっていました。はい、これね、どういう経緯で載せてもらえるようになったのか全く覚えてない。一回行ったんだよな、純也とあのその編集してる会社にね。そこからそうなったのかちょっと覚えてないんですけども、でもいつもあのライブの情報とかね載せてもらってたんですけど、それとかはね必ず俺が電話をして、あの担当の方もちょっと覚えてないんですけど、はい、すいません、連絡をしてメディアのね情報を載せてもらうっていうのは本当によくやってたんで、まあいつもいつも買うのはもうね、ライブも毎月やってるんで、あのライブ情報も必ず載るんで、もう絶対に買ってました。まあ、毎月買ってましたけど、今ロッキン F 自体は持ってないんですよ、手元に。その中にメディアの情報が載ってるところだけ、切り取って保存しているという状態で、なので本当に数枚しかないんですけど、一応記念に取っといたみたいなね感じであるんですが、まあ、こちらですよね。すごい、まず真ん中にサブラがドーンときて、まあ、6名間のこれ宣伝なんですけど、メディアもハイドラックと一緒にねこの時はやった時の、告知というかねあれなんですけど、こんな風に載ってたりとかですね、あとあのいつも後ろの方の、まあ、白黒のページに、まあ、必ずの、毎月載せてもらってたんですけど、なんつー載ってるメンバー見ちゃうと、メンバーというかバンドね見るとよくここにメディアも一緒に載ってたなというぐらいのリアクション、ムルバス、十二人へで、クローリーで、メディアみたいなね。でメディア出てるんだけど、あの対バンがハリースキャリーとかね、なんすかね、あの当時は全然そこ意識してなかったんですけど、あ、乗ってる乗ってる、メディアが俺たちの方が乗ってるよ、そこしか頭になかったんですけど、よくよく見たらとんでもねえ中にメディアの名前が入ってんなみたいな、ちょっと後から見返してびっくりしたって感じですけれど、こちらね、プレゼンスとかスカンチとかね、ローリーさんの、ローリーテナニスさんのスカンチとかもね、乗ってる中にまたメディアがボンと。これ2月14日、忘れもしません。これあの、6名間で、あの、田村さんね、当時店長の田村さんに、あの、2月14日ライブ入れてくださいよ、メディアで。って言ったら、もうちょっと、あの、田村さんが半笑いで、お前ららしいなと。台湾誰だか知ってるか、アーグポリスだぞと。あいつらも同じ考えなんだよ。チョコレート目当てだろ、バカだなお前たち、なんつってね、すんげえ言われたのを覚えてるんですけど、アーグか、あ、じゃあ女子いっぱい食っかもね、なんつって、勝手に盛り上がったんですけど、確かその時ね、チョコレートあんまもらえた記憶がないです。まあ、アーグポリスさんとはよくね、一緒によく対バンしてたんで、で、その2月14日のことを田村さんにすごいバカにされたっていうか、笑われたのは覚えてるかなってとこですね。あとこちらね、まあ、2つ、あのメディアのボーカルが、サトルになりましたとか、あのキヨシになりましたとかね、そういう情報も載せていただいてたというところでね、もう名だたる大物たちと一緒にメディアって出てきちゃうっていうところがね、ただ電話一本入れてるだけなんですけどね、俺はね、はい、嬉しかったですね、これもね。あのバンド紹介
何ページかにわたっての、その当時のね、メタルのバンドがずらーっといっぱい並ぶわけですが、メディアも載せていただきました、こちら。はい、一番下にね、まあ、上にジュエルとかもいますけれども、まあ、他のバンドさんのを見るとね、何々っていうバンドはこうこうこういうメタルで音楽性はこうで、お客さんに対してはうんぬんでとか、なんかこういろいろこうバンドの説明が、まあ、割としっかり書かれてるんですよ。ギターはこんな感じでとかね、こういうのを目指してやってますみたいなね。他のバンドさんはどうだったか知らないですけど、俺の場合はね、電話かかってきたんですよ、うちにね。こういうの載せるから。で、俺寝起きだったっすよ。もう完全な寝起きだったんですけど、はい、ちょっと、まあ、ロックンロールっていうか、そんな感じで、とかって言わなかったら、ちょっと向こうも、もう苦笑い的な。わかったわかった。じゃあもう勝手に書くから。それで書いていただいたのがこちらなんですよ。このね、内容なんですけど。後になってね、その雑誌を買って、ロックンロールを買って、なんだ、もっとちゃんと言えばよかったなって。みんなちゃんとアピールしてるわけですよ、バンドのね。メディアだけですよ、感想書かれてんのは。本当にね、私のせいですこれ、はい、すいません。そしてこの、なんですかね、このポーズ、なんですかこれ。ね、バカじゃねえの俺、本当にね、かっこ悪いんだよ。わかんないんだよね、その当時は。今だったらあんなことしませんよ。これすんげえ、ロックメイクと、おい、コージーってやられるぐらい、こうみんなにこういじられてましたけど、あの当時ね、こうやってね、これだろつって、うっさいよ本当に、もうね。すいません。あとやはりですね、こうメディアだけではなくて、まあまあマグナムのローディーもやっていたので、まあ映りたい病っていうんですかね、私の、その当時ね、こちらでもお話ししておりますが、はい、映りたくてしょうがないんですよ。テレビもそう、雑誌もそうね、俺がメインじゃないんですよ、俺はスタッフなんですよ。なのに映りたくてしょうがない。こちらご覧ください。はい、これオールナイトメタルパーティーの時の取材、ドッキンFでやってたんですね。で、こちらの方にですね、こうメディアのことも書かれてるわけですよ。ローディーが出てきてね、メディアっていうバンドでさ、なんて書いてあるんですよ。チラッとね。よーなんつって。でもそれだけじゃ俺納得しないですよ。映ってやりましたよ、こちら。はい。ポールさんの後ろに俺こう立ってて。お、なんか写真撮ってっから、ちょっとこの辺ずれるかみたいなね。感じですぐ映りたくなっちゃって、ね。カメラ目線ですから、なんつったって。この男、やばいっすね。本当に。どれだけ映りてんだっていうね。それはね、今もその癖抜けてないんで、何かとこうね、映ろうとはしますけれども、はい、そんな感じでございます。で、もう一つはですね、やっぱりこうヤングギター、これは自分たちが乗るという目的じゃなくてね、その若い頃はね、まあ、タブ譜見てコピーするっていう意味で買ってました。もう楽譜として買ってたみたいなね。楽譜じゃねえんだよな、タブ譜なんだけどさ。まあ俺が自分でね、勝手にこうコピーをしたいがためにヤンギはよく買ってたね。まあ本当に高校1年生の時なんかいろいろそれを見てコピーしました。マイケル・シェンカーとか、まあラウドネスもそうだけど、乗ってるからね、それ見てコピーしてました。はい、こちらヤングギターでございますが、はい、こちらはですね、こんな感じね、まあ何冊かストームライダーで、このヤングギターにDVD とあとインタビューと載せていただいて、DVD が2枚ぐらいかな、まあインタビュー、まあこれインタビューに載ってるやつなんですけれども、ちょっとお見せしますね、ちょろっとね。まあ、こちらにドン、こちらはまずこう宣伝ですね、ストームライダーのその当時のね、アルバムを発売したよっていうカラーでね、宣伝が出てる。こちらね、じゃじゃんと、はい、その当時のね、新興ミュージック行ってインタビュー受けて、カラーの見開きで、まあ、源ちゃんと一緒に写っちゃってるから俺ね、こうイケメンの隣なんでちょっと悲しい感じですけれども、まあそこはね、もうしょうがないね、まあこんな感じで、インタビューしていただいたりとかして、まあヤンギターこれ、はい、載せていただいたと。まあ、DVD の撮影も2曲やらせてもらったんですけど、まあ、そういうミュージックビデオっていうんですか、プロモーションビデオっていうんですかね、そういうの初めてだったんで、こう何回かね、演奏したりなんかして、こうはい、動かないで、手元今撮ってますんで、みたいな感じでね、やられたりなんかして、ちょっとこう、テンション上がっちゃうねーなんつってね、まあ緊張してるんですけどね、実はね、ライブよりもやっぱりこう、ライブだとお客さんがわーって盛り上がってくれるからいいんですけど、こうカメラマンに真剣にわーとか来られるとちょっと焦ってたりなんかして、まあ面白い体験をね、させてもらったりなんかして、はい、感謝しております。ありがとうございます。でね、本当はね、まあクリスタルピーチ
ね、あのセカンドアルバムが、ついこの間発売されましたが、実はね、本当は、まあ、去年の9月にね発売の予定だったんですよ、はい、で旅行発も決まってて、まあ、ヤングギターのインタビューももう決まってた実は。ところが、まあ、このコロナでね、まあ、発売が延期になり、まあ、インタビューも中止になっちゃったというところで、コロナくんって感じですけども、はい、どっか行けよ本当にって感じでございますがね、はい、まあ、しょうがないこればっかだね、ということで、まあ、ヤングギターさんにもいつもお世話になっておりますと。今もねお話しましたが、まあ、このコロナ禍に起きましてね、まあ、ライブができない状況ということでね、まあ今はこう配信とかねやるしかないですから、ライブがやりたければお客さん入れられないんで、なかなかね配信のライブだったりとか、まあ、あとは SNS、まあ、YouTube もそうですけれども、まあ、こういうところで発信していくしかないというところなんですが、まあ俺としてはね、やっぱりちょっと雑誌っていうのは、まあまたちょっと違う部類というかな、まあ、俺完全におじさんなんで、もうこう携帯でさささっとこう気楽に見れるのもいいんだけど、やっぱこう雑誌っていうのはちょっとね特別かななんて俺思うんで、まあこれからまたね、あのそういう取り上げてもらったりとか、してもらえたら嬉しいし、まあ、そういう文化はなくならないでほしいななんて、思っております。まあまあ携帯で見るのは便利なんだけどさ、紙っていうのはまたね、また別、本屋さんにこう並んでると嬉しいじゃないですか、そういうのもね、そういうのはまあこれからもね、まあ、特にメタルのね雑誌なんていうのは本当少ないんで、生き残ってもらいたいななんて、思っております。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよなんていう方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。